11歳下の弟が結婚した途端変になった。弟のお嫁さんの父は大きくはないが建築会社を経営していて、たまに公共事業の下請けなんかもやるんで結構な年商があるらしい。お嫁さんはそこの一人娘、弟は婿養子もないし、その会社に入社したわけでもないんだが、結婚した途端嫁父に、弟にしたら舅に、この家の家計は今後僕が預かります、言っておくが僕は厳しいですよ、今までのような散財はさせませんし、自由にできると思ったら大間違いですからね、きりとかましたらしい。最初のうちはお嫁さんも舅も冗談だと思って笑ってたんだが、弟がいつまでも同じことばっかり言うんで本気だと分かって、ついに舅さんが苦言を呈したらしい。すると弟は目を三角にして怒鳴り、殴りかからんばかりだったとかで、お嫁さんが必死に止めて、とばっちりでちょっと殴られたりしながら、なんとか自宅に連れ帰ったそうだ。舅さんは怒って、当たり前だけど、もう二度と来るな、と弟に電話で言い渡し、弟はこのクソウトみたいなことを言い返し、完全決裂したらしい。弟は、姉三人の下に生まれた待望の末っ子長男で、むしろ、なよなよ系の気弱な子だったのに、結婚で、どうも、おかしなスイッチが入ったらしい。お嫁さんは、今のところ離婚は考えてないようだけど、弟が、元の弟に戻らないようなら、この先も同じ気持ちでいてくれるかはわからない。うちの父が、ちょっと、電話で弟と話したが、切った後、なんだあいつは、と呆然としていた。それくらい変らしい。また、聞きだけど、最初にバシッと言っておかないと舐められるから。最初が肝心。とか言ってたらしい。末っ子かわいいかわいいで、甘やかしすぎたかな。